秋篠宮家の学校を選び、ハッシュタグ30、悠仁さまが東大に合格しても筑波大に合格しても、それを祝うムードは生まれそうにないと悲観するのは宮内庁 OOB。独自写真、大学受験を控える悠仁さまの筑波大附属工芸校シーン、高校合格の時もそうだったと振り返る。悠仁さまの入学を念頭に作られた次元的な低傾校進学制度。 お使い、南関の筑波大附属高校に合格した。リンカーンの言葉になぞらえ、秋篠宮家の秋篠宮家による秋篠宮家のためのルール変更、と言われた。イニシアチブを取ったのは母、紀子様ただ、主導したのは父、秋篠宮様ではない。男女分け隔てなく、が教育方針であり、悠人さまを特別扱いしていると見られるのをひどく嫌った。イニシアチブを取ったのは母、 紀子様だという将来の天皇にふさわしい学歴が必要だと焦られていたと皇室記者は話す。フェアに見えないこうしたやり方によるイメージの低下は深刻だ。4月、共同通信が女性天皇を認める人が9割という調査結果を発表した。その後、愛子天皇を望む声が高まっているとの報道が相次ぎ、半年近くたった今も全く沈静化せず、 内庁も頭を抱えている同庁 OB という。バッシングが一度出ると、その後いつまでも尾を引くのが現在の構図になっている。そうした流れは大学進学にも暗い影を落としている。8月中旬から下旬にかけインターネット上で行われた悠仁さまの東大推薦入学に反対する呼びかけに1.2万を超える署名が集まった。誹謗中傷が含まれていたことに加え、 法の下の平等に抵触する可能性も指摘され、この活動は2週間で打ち切られた。だが、宮内庁にとってその衝撃は愛子天皇待望論と同様、あまりに大きかった。9月に入り、終了から10日以上経ってもその余波は続いている。この署名活動の結果は起こるべくして起こったとの声が次々に寄せられ、秋篠宮家に対する反発が想像以上に強いことをうかがわせた。 公室記者こうした世間の反応に宮内庁の中では苛立ちが広がっているという。今更ながら、なぜ学習院でダメだったのかといった恨みつらみが聞こえてくると前室の宮内庁 OB は証言する。悠仁さまは幼稚園から現在の高校まで一度も皇室御用達の学習院の地に足を踏み入れていない。これまでの慣習に習わなかったために、 秋篠宮家に関係する部署にかかる負担は倍以上になり、みんなてんてこまいさせられている。しかも世間の空気も伝わってきて、職員の大半は心身ともに疲弊しきっている。この宮内庁 OB にはかつての部下たちからしばしば相談の連絡が来る。中には、もうやめたいと切羽詰まった訴えも。久人様の進学先についても、秋篠宮家の決断待ち。 具体的な大学名は一切伝わってこず、準備が全くできないと悲鳴が上がっていた、可能なら大学は学習院に行ってもらいたいと本音を明かす職員も少なくないという。もはや学習院という選択肢はあり得ないとの見方が体制を占めるが、秋篠宮家には職員たちの困惑や世間の声が届いているのだろうか。